どうも、まちょすけです。木のモデルとか作ったものをたくさん配置する場合に一つ一つ複製して手で配置するのって大変ですよね。今回は前回の動画で作ったこのローポリゴンの木を使ってこれをシーンにあっという間にランダムに配置する方法を紹介します。このテクニックはローポリゴンだけでなくリアルなシーンでも使えるテクニックです。このチャンネルでは海外のブレンダーチュートリアルや講座で学んだことを私がアウトプットしながら視聴者の方に分かりやすく共有することを目的としています。ですので私が気になったこと学んだことを徐々に紹介していきますので私と一緒にブレンダーを勉強していただけると嬉しいです。ブレンダーを全く触ったことがない方向けには基礎を体系的に学べる超入門シリーズも用意しています。今回の動画をご覧になって難しいと感じた方は先に超入門シリーズの動画を見ていただくと理解が早いかと思います。ちなみに完成したモデルをですねブレンダー道場というタグをつけて Twitter などの SNS に投稿していただければ私の方でも見に行かせていただきます。では早速始めていきましょう。今回は前回のこの木のモデルを使うんですが先に準備をしておきましょう。改めて確認なんですが原点の位置を確認しておきたいと思います。まずこちらの木ですが原点このオレンジの部分ですね。原点はこの底の部分にありますね。木の幹というか根っこの部分にありますね。ですので S でスケールするとこのようにこの原点を中心にですねスケールされます。こちらの木も同じですね。この底の部分に原点があります。原点がですね他の場所にある場合にはですね調整をしておく必要があります。これはですねこちらのオプションのところから影響の限定っていうところで原点にチェックを入れます。そしてですねこちらの例えばこの移動のアイコンを使ってこのように動かすとですね原点を位置をずらすことができます。ですので例えばここに原点がある方はこれを使ってですねこのようにですね移動をさせましょう。でもう一つですね原点の向きを確認しておく必要があります。今この木ですとちょっと見づらいですがこの原点の向きがですねここで今のこれでですね表示されていますが Y っていうのがですねこっちの横の方を向いてますね。で今回使うあのテクニックの場合にはですねこの Y をですね上に向けておかなきゃいけないんですね。上というのはまあ Z 軸ということですがなのでこれをですね90度回転させたいと思います。この影響の限定原点にですねチェックが入っていることを確認してですね RX90 と押してこのようにこの Y をですね原点の Y 方向ですね上の方向に持ってきます。でこちらも同じですね。今横に向いちゃっているので RX90 ですねこれで90度回転させることができます。ではこれはもう必要ないのでこのチェックを切っておきます。もう一つこの2つの木をですね新しいコレクションに入れておきましょう。この2つをですねシフトで選択して M でこのメニューを呼び出して新規コレクションを選択します。そして名前をですねツリーとしておきます。これでですねアウトライナーを見るとツリーというコレクションにですねツリー1ツリー2というのが入りました。もう一つ今回ですね並べたいものがあるのでそれを作っておきます。 Shift A でメッシュから ICOQ 異呼吸をですね選択します。でこう開いてですね細分化を1にしておきます。 GX で横の方に移動させておきますがこれもですね原点の位置を注意したいと思います。原点はここでもいいんですがタブで編集モードに切り替えてこの下の部分をですね少し上に上げておきましょう。 GZ で上の方に上げてこちらもですね GZ で上の方に上げておきます。もうちょっと形をこんな感じでいびつな形にしておきましょうか。でこれにマテリアルもつけておきましょう。マテリアルプロパティからプラスで新規ですね。で名前をロックにしておきますね。でグレーをつけておきましょう。これは石ということですね。でこれにも名前つけておきましょう。F2 で名前をロックとしておきます。
ではですね、これを配置したいんですが、先に平面を作っておきます。 Shift A でメッシュから平面を作ります。で S でこのようにスケールしておきます。でタブで編集モードに切り替えます。ここで右クリックをして細分化を選択します。でこのままですね、何も触らないで左のところからですね、分割数を多分10が最大なんですが、ここでですね、手で100と打ちます。これでですね、細かく細分化することができました。でタブでオブジェクトモードに戻ります。ちょっとこの木はですね、この木と石は邪魔なので、 GX で横の方に避けておきましょう。で一旦ここでですね、保存をしておきましょう。コマンド S で保存をしておきます。これから使うのがパーティクルというものなんですが、パソコンによってはパーティクルを使うと落ちたりしやすくなるので、こまめに保存することをお勧めします。まずですね、こちらの平面を選択した上で、コントロールタブでこのウェイトペイントというのを選択します。でこちらのですね、オブジェクトデータプロパティというのを選択します。この状態でですね、この半径というところを、適当に調整してみてください。例えば210にしますが、で今ウェイトというのが1になってて、強さも1ですね。この状態でこのようにマウスで左クリックでですね、色を塗ることができます。でこの半径はここで調整できますね。例えばちっちゃくしたり大きくすることもできます。でこのようにとりあえず塗りますね。実はこの色のついたところにこの木とか岩が配置されるわけですね。とりあえずこんな状態にします。でですね、今この色を塗ったことで、この頂点グループというところに新しいグループというのができました。ここで名前を変えておきます。これをロックとします。でここでこちらのパーティクルプロパティに移動します。そしてこのプラスのアイコンをクリックすると、パーティクルシステムというのが出てきますので、ここでですね、名前を変えておきます。ロックとしておきます。そしてですね、ここのヘアというのを押します。するとこんな感じでですね、毛みたいなのが生えてくるんですね。でずっと下の方に行って、頂点グループというのがあります。ここで密度というところをここでクリックして、頂点グループのところで作ったロックというのを選択します。するとですね、この毛みたいなのが、このヘアがですね、この色のついたところだけに生えるんですね。これをなしにすると全体的にランダムに生えるんですが、この密度のところでロックを選択すると、先ほど色を塗ったところだけに生えます。次にこのレンダーのところを選択して、パスとなっていますが、これをですね、オブジェクトに切り替えます。そしてこのインスタンスのところで、このスポイドのマークを選択して、このロック、このアウトライナーでもいいですし、こちらの 3D ビューポートのロック岩を選択してもいいです。するとですね、ちょっと見づらいんですが、この岩がですね、この色のついたところを中心に配置されたんですね。でこれの大きさとかをこれから調整していきます。まずこのレンダーのところでスケールを動かすと、こんな感じで大きさを変えられます。ちょっと見づらいので広くしますが、このスケールのランダム化というのをですね、上げていくと、この石の大きさがですね、バラバラになるんですね。でもこの状態ではみんなこの今石同じ方向を向いていますよね。なのでこれを今度は回転させます。ランダムに回転させます。ここでこの詳細設定というのにチェックを入れます。するとこの回転というメニューが出てきますので、これにチェックを入れて、ここでですね、回転する軸というところでグローバル Z というのを選択します。グローバル Z というのはこの 3D ビューポートの Z 軸ということですね。でランダム化の値をこのように動かすと、こんな感じで石が回転しますね。で位相のランダム化とかですね、このあたりのパラメータをいじってみてください。するとこんな感じでですね、石の大きさが変わります。もう一度スケールとかも調整しておきましょう。で今この数をですね、調整するのがこの放射の数のところですね。今1000になっていますが、例えばこれを減らしていくと
少なくなっていきますね。まばらになっていきます。これを増やすとこんな感じで増えていきますね。今回はとりあえず300ぐらいにしておきましょうか。はい、こんな感じですね。じゃあ一旦ですね、コントロールタブでオブジェクトモードに戻ります。ちょっと分かりやすくこの平面にも色をつけておきましょうか。マテリアルプレビューからプラスで新規ですね。でベースカラーをこんな感じの色にしておきます。ではですね、今度は木を配置していきましょう。もう分かってきたかと思うんですが、まずコントロールタブでウェイトペイントに切り替えます。でこの石と同じ部分に並べたい場合はこのままでもいいんですが、ちょっと違うところに並べたいので、まずこのオブジェクトデータプロパティに移動して、この頂点グループのところでですね、プラスのアイコンをクリックして新しいグループを作ります。ここで名前をですねツリーとしておきます。でまたウェイトペイントで塗っていきます。で一回塗ったところをキャンセルしたい場合にはですね、このウェイトをですね0にして、こうやって塗るとですね消すことができます。またウェイトを1にして、こんな感じで塗っていきますね。ではですね、ここでまたパーティクルにも移動します。で今回また別のパーティクルを作る必要があるので、ここでプラスのアイコンをクリックします。で名前をツリーとしておきますね。でヘアですね、このまま一回木を並べてみましょうか。でこのレンダーのところで今パスになってますが、今度はですねオブジェクトじゃなくてコレクションというのを選んでみます。でここのコレクションインスタンスのところでツリーというコレクションを選びます。これさっきはオブジェクトをここで選びましたよね。で今度はコレクションを選んでるので、ここでもコレクションを選べます。ということで、このさっき作ったツリーというコレクションの中に入っているものが並びます。ほら見てみましょう。こんな感じで2つの木が並んでますよね。でですね、ここでまずスケールを調整します。でこの状態だとさっきウェイトペイントで塗ったところに並んでないですよね。なのでこれで並べたい場合には、この頂点グループのところの密度のところでですね3を選択します。するとちょうど塗ったところにだけ入るようになりますね。でもう一度上の方に戻って詳細設定にチェックを入れます。ここで回転のところですねチェックを入れて、これをですねグローバル Z にします。そしてランダム化のところで、これランダム化のところっていうのはこんな感じでですね、木が斜めったりするようなランダムなので、これは低めでいいと思います。0か低めでいいと思います。でこの位相のランダム化というので、こんな感じで回転させることができます。で数を調整したいので、ここの部分をですね少なくしていきましょう。はい、こんな感じですね。ではですね、コントロールタブでオブジェクトモードに戻ります。はい、こんな感じでですね木を生やすことができました。ということで今回はですね、パーティクルを使って木などのオブジェクトをランダムに配置する方法について紹介しました。次回はですね、この木とですねパーティクルを使って秋の景色を作ってみたいと思います。ということで本日の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。